どうも、ゆしゃるです。このチャンネルは様々な曲のイントロをギター1本で弾けるようにアレンジしたり、耳コピしたりして紹介しています。弾き語りの時などに使っていただければ嬉しいです。では、早速やっていきます。まず、はじめのこの部分。ここは Dm7 をこう押さえます。そして、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦を同時にジャーンと弾きます。そうしたら次に4弦3弦2弦を同時にチャッチャーと2回弾きます。そこから G7 をこう押さえて6弦から1弦まで全部ジャラーンと弾いてから、次にちょっとハイポジションなんですけれども G をこう押さえます。そして4、3、2、1弦を同時にシャラーンと弾きます。で、ギターによってはですね、この小指がちょっと押さえにくい場合があります。で、その場合は4弦、3弦もう押さえずにですね、2弦の12フレットと1弦の15フレット、2つだけでも全然問題ありません。そうしたら次にチャッカとブラッシングします。この部分、ゆっくりと押します。次の部分。ここは C をこう押さえます。そして5、4、3、2、1弦を同時にジャーンと弾いてから3弦開放弦、2弦1フレットを弾いてすぐに3弦2フレットをハンマリングで鳴らします。こんな感じです。そしてプリングで3弦の開放弦、そこから Am7 をこう押さえて5弦4弦3弦を同時にジャーンと鳴らしてハンマリングで3弦2フレット、そこから3弦2フレット2弦1フレットを同時、そして3弦2フレットと続けます。この部分ゆっくりと押します。次の部分、ここは Dm7 をこう押さえます。そして5、4、3、2弦を同時にジャーンと弾いて、そこから3弦、2弦、1弦を同時、そして4弦、3弦、2弦を同時、そうしたら次に G7 をこう押さえます。そして6弦、4弦、3弦、2弦を同時、次に4弦、3フレット、3弦、4フレット、2弦、3フレットを同時、そこから3弦、4フレット、2弦3フレット、1弦5フレットを同時、最後に3弦4フレット、2弦3フレット、1弦3フレットを同時。この部分ゆっくりと押します。最後の部分、ここは C をこう押さえます。そして5、4、3、2弦を同時に弾いて、そこから2弦と1弦を同時に2回チャンチャーンと鳴らします。そして C7 をこう押さえて5、4、3、2、1弦を同時にジャーンと弾きます。ゆっくりと押します。それでは初めからゆっくりと押します。